国際的な舞台で躍動、YouTube 界で驚きと絶賛の嵐、ゴートの世界的影響力。ナンバー、アイとタッキーのコラボレーション、その名もゴート。この曲は、制作プロセスの舞台裏だけでなく、コミュニティとイベントのつながりにも焦点を当てており、音楽が社会にどのような影響を与えるかをより深く掘り下げることができます。本当に美しい曲で、深い意味があります。ゴートのプロデュースは、てコリ43。4, 角上ら才能を豊かな作曲家チームが担当した。ラップには当時のテーマを盛り込み、アイドルの枠を超えた表現が特徴。この曲は音楽の創造性を高め、リスナーに興奮と魅力をもたらしました。それだけではなく、ナンバー、愛が目指すものを変え、スタートさせるマイルストーンでもあります。非国民的なコンテンツを通じて音楽グループを世界に近づけます。 ミュージックビデオはスタジオだけでなくビルの上やヘリコプターのプラットフォーム上でも上演され、ビジュアルアートは多様性と挑戦的なスタイルを表現しています。撮影は東京と栃木で行われ、異なる場所で撮影されたシーンが曲の奥深さを際立たせた。MVGO と歌芸術作品であると言えるのは音楽だけではありません。しかし、その映像は視聴者にとって満足しすぎている。このため、多くの海外の YouTube が衝撃を受けています。画像はすぐに使えるのが最も簡単です。世界をリードする日本の技術開発を示しています。曲の裏にあるメンバーの個人的な変化も垣間見ることができる。ジャニーズ事務所を退処したり、新たなプロジェクトに参加するなど、それぞれが新たな一歩を踏み出している。この変化が彼らの音楽に新たなエネルギーをもたらしていることがわかります。約2ヶ月の制作期間を経てリリースされた GOAT 初期のデモで提案された原型を進化させた楽曲は、複雑なラップと融合し、アイドルの枠を超えた表現が特徴。これには海外のファンからも多くの賞賛の声が寄せられ、エクストレンドとして注目を集め、YouTube では日本の音楽シーンにも肯定的なコメントが寄せられた。GOAT は国内外で大ヒットし、エクストレンドとしても注目を集めており、メンバーたちは世界の舞台を目指し続けており、 その向上心がファンを魅了している。国境を越え、多様な文化と交流することで、音楽の新たな可能性を切り開いている。それは遅かれ早かれの問題ですが、ナンバー、アイと彼の同僚がこれまでやってきたことを宣伝する必要があることを願っています。メンバーは音楽に情熱を注ぐだけでなく、ファンとのつながりにも重点を置いています。 キング・エイ・プリンス時代の経験と常に新曲を楽しみにしているファンの期待に応えようとする姿勢が彼らの音楽活動に深みを与えている。ゴートの成功を受けてメンバーたちはファンを魅了し続けるために新たな挑戦を続けている。彼らの個人的なアイデンティティとユニークなスタイルを探求しながら彼らの音楽は進化し続けています。